ただよび漢文、記述演習。この時間は僕、浅倉司がお送りいたします。はい、では今回の問題確認しましょう。第13項は、理由説明丸の1です。テキストは概要欄からリンク飛びるようになっていますので、えー、ぜひダウンロードして、予習してからね、この講座見てもらえたらなと思います。さあ、今回からは理由説明問題です。 なぜですかとか、あるいは、どうしてですかっていう問題に対してのアプローチをかけていくことになります。まあ、当然、なので、回答はですね、なんとかだから、なんとかなので、なんとかのためのようにね、ある程度、終わりのね、形は決まっていますので、まず、そこだけしっかり確認してもらって、であとは、あとにかく大事にしてほしいのは、理由説明って様々なタイプがあるからね、今回も文章を読みながら、どういうタイプなんだろう どこに注目すればいいんだろうっていうのをしっかり根拠を持って答える。そういった練習をしていきましょう。はい、では問題確認するよ。はい、今回の問題は九州大学の問題です。防線部が与えられていて、これについて、えー、大医はなぜこう言ったのか、その理由をわかりやすく説明せよとなっています。まあ、まず大事なのはあ、なぜこう言ったのか、つまり発言の理由を聞いてるわけだよね。 で、その上で、今回は、わかりやすく説明しなさいということですので、まあ、端的にしてはいけないってことだ。まあ、いわんやね、今回の回答のね、えー、欄見てもらうと、まあ、割かし大きいからね、この回答欄、しっかり埋めるためにも、単純にやるわけではなくてね、しっかり、どういう要素を入れればいいのかってことも考えていきたい。まあ、いずれにしても、こういった問題、 ね、記述型を解くときにはいきなり回答を作るのではなくて、まずは詞を作り。で、その中でどこを補った方がいいのか、どこの説明を詳しくした方がいいのかってことは考えていく必要があるからね。まあ、今回も例に漏れず、まずは詞を作り、そしてどこに分かりやすさを求めればいいのか、これを考えながらね、しっかり回答作成に臨んでもらいたいなと思います。はい、では本文の読解、移りましょう。はい、では冒頭から見ていきましょう。次の文を読んで、後の問いに答えよ はい。で、オータン単位となってます。で、これ、オータンと単位っていうのが、まあ中になってます。後で確認したいと思いますので、とりあえず登場人物です。シャーペン四角。まあオータンだけにしておきましょうか。まあオータン単位で取ってもいいけどね。登場人物出てきた時は、シャーペン四角といって、このような番書を毎回取ります。で、この人が、あ、推薦したわけです。誰のこと推薦したのっていうと、高来公人ですから、シャーペン四角。 ね。どういうふうに推薦したのかというと、なさんとするために、どういうふうにショート、章と、つまり最章にしようと進めたってことだよね。さて、それぞれの中確認しましょう。はい。王丹というのが北総の最章だそうです。で、大意っていうのは皇帝の側近というね、えー、そういう位、あるいは役職のことになってるってことがわかるよね。 でえ、この後出てきた高来孔は、高淳という名前も与えられてますので、まあ、もし今回ね、回答に使うときには、高来孔って書いてもいいし、高淳って書いてもいいっていうところはね、しっかり確認しましょう。で、ちょっともう後々のことになってしまうけれども、後で章という人物、皇帝も出てきますので、登場人物3人出てくるってところだけちょっと先にね、えー、確認してもらって、で、読解に、えー、集中したいと思います。 ですので、このオータンは、高大光さんを最小にしようとね、えー、推薦していたわけだよね。で、その、おライがですね、えぇ、ー、ライさんは、で、今回実際ここ問題になってたんだけどね、この数字の数、数っていうのは、しばしばなんていうふうに読む。福詞。ですので、しばしば、そしったわけです。えー、何をそしったのっていうと、その推薦してくれたタイのことをね、 でどこでそしったんですかっていうと、そしった場所が、はい、性、人ですからシャーペン四角、皇帝の目の前でってことだよね。ちょっと丁寧にここはあ文法的構造を取るとしたら、あらいこうさんが主語、批判しました、誰のことを、どこでみたいな形で読むと、いいのかもしれないね。漢文では、この、この字は、おきじなんて、 呼ばれているんだったよね。だけど、僕はこいつをお記事という風に見てほしいのではなくて、あくまでも全知識的な機能。だから必ず後ろに名詞ともなってるよっていう、この全知識プラス名詞の感覚が欲しいのと。そして、この置いての後ろは原則保護になるから送り仮名は2になるっていう、このセットをしっかりね、つかめるようにしてくれれば、ほら、今回のやつで言うと、あ、なるほど。これはさ、どこか場所でってことだよね。アットインオンどれ使うかな まあまあ、そこはね、英語ではないからね、あまり深く考えなくていいので、ああ、なるほどね。皇帝の目の前で、その推薦してくれた人のことを批判したんだっていう内容さえ読めればいいから、上からストンって読めるでしょこの雷光さんは、批判しました、その推薦してくれた隊員のことを皇帝の目の前でねってことだよね。で、その後、かるにです。さあ、もう今回、この字はね、るにって送りがなついてますけど、彼も、 お記事なんて呼ばれること多いけど、彼もあくまでも文と文をつなぐ接続の関係だっていうことを押さえてもらって。で、ましてや、この字はしかるにって送り仮名ついてる場合は、絶対逆説関係でも一緒に合わせて確認しておこうね。えですので、だけどねって言ったんだ。で、どうだけどなのが来るのかってことをちゃんと予測しようね。どうしても漢文ってしかるにって書き下すんだっていうとこばっかり意識して読解する意識を抜けちゃうとね、えー、意味ないからね。 どんな逆説、どんな裏切り展開来るのっていう読み方をしようよ。えそうすれば、大尉はもっぱら称、称賛したんだよ。誰のことをその長をあ、誰のことをじゃなくて、その長長所、優れてる点を褒めてるってことだよね。だから、これ逆説関係見えた。来公は、推薦してくれた大尉のことを批判してるけど、けど、 推薦した側の大医さんはしっかり来校の良い点を褒めてるんだっていうふうに読めばいいよね。いいね。はい。で、そうした後、書一実言いました。ぜひこれ押さえてほしい表現です。ちょっと版書でまとめてみようか。はい。それが今本文で出てきたこの表現です。これは一実と読むのが一般的で、 実はね、これね、一日じゃないんだね。ある日って意味なの。とある日のある日ね。そもそも、実はこの数字の1という字は、これね。もちろん数字の1、1を表すことはあるんだけど、このあるっていう意味で使うこともあります。だから例えば、あ我、1、 夫人を見るなんて表現が出てきた時に、一人の夫人を見るっていうふうに訳すこともあるんだけども、私はある女性を見ました。ある夫人を見ましたっていうふうに訳す場合もあるから。ね。で、特にこの一日に関しては、ある日と訳すのが定番ですので、まあ今回そうでしょだって急に皇帝が一日行ってましたってなるとね、それはそれでちょっと皇帝ね、く <laughs> どい人になっちゃうからね。えー、とある日って意味で出てるってことに気づいてねってことです。はい、では。 戻るよはい。したがって、その皇帝さんは、one day だよ。ある日、言ってたんだよ。なんて言ってたの誰に大意にあることを言ったみたい。漢文では、曰くが来ると、ここから鍵カカッコスタートの合図だからね。今、皇帝は大イさんにあることを言ったようです。どんなことを言ったのっていうと、ケイは、家えども。あなたはね、ほにゃほにゃと言ってるけれども、だ。どういうふうに言ってるのっていうと、小を押すと、その美を。 あなたはね、その美、美っていうのを称してるっていう風には言われているけれどってなってんだよね。さて、当然注目するのは、まずはここに家どもという家庭の工法がいる。この講座。で、基本的には彼は逆説を作るような表現だからね。で、すると、 ここってさ、しっかり綺麗な構造になってるって気づけるよね。だって、あなたは、称してますよ。その美をっていう骨格になってると、あらららら、これなんかさっき読んだねって流れだね。うん。漢文古文共通して、同じような表現、似たような表現が出てきたら、その部分は同一類似表現として、その部分の意味や あるいは主語を一致させることができるっていう読み方があった。今回で言うとこの漢字の並びはどう考えたってここに対応してるよね。大義さんは称してました、その長をってなってますので、ああ、なんだ、同じことを蝶と美という言葉で言い換えたんだなってことが分かればいいよね。つまり、あなたは非常に来光さんのその長所、良い点っていうのを称してるよね。けれどうなんだよ。 けど、彼は、もっぱら、断じてるよね。何をあなたの悪を。そして、漢文では、送りが名とになると、鍵括弧終わりの合図ですから、これでわかる。さあ、何がわかったのって言うと、これさ、完全にここで言っていた表現が、ひっくり返って逆説で来ただけでしょね。ですので、そういう意味で言うなら、 えー、この部分ですか彼はもっぱら、あなたの悪を断ずの部分は、アスタリスク2番って取ってあげれば、ああ、これはここと一緒だよねっていうふうに持っていくことができるから、この4行分は、ただ同じことを順番ひっくり返して言っただけなんだよね。えー、事実として、雷光さんが大尉のことを批判した、けど大イは褒めていた。で、皇帝は大イに言った。いや、あなたはちゃんと、 褒めてるけど、向こうの人は、あなたの悪い点ばっかり言ってますよね、っつってんだね。つまり、この断図も、無理に、断章するとか、講断するみたいに訳すんじゃなくて、なんだ、批判するって意味で置き換えちゃえばいいんだってなるから、綺麗な訳し方も見えてくるでしょ。いいね。で、仮に、さっき僕ここもうすぐ長所って訳してしまったけど、先生、ここがわかんなかったよっていう人も、じゃあここ使ってみねよ。 悪に対しての対義語だから多分ここは良いって意味になってるんだよ。でしょで、ここが同一類似だから、じゃあここも良いって意味になるよねってなれば、しっかりアスタリスク2番やアスタリスクとの関係を使えば、同じような骨格だって見えるからね。もし現代語訳しろって言われた場合には、なるほど、こっちで悪いって言ってるから良いの意味だ。じゃあこっちも良いにしてしまえばいいんだなっていうふうに読んでねってことね。OK? それ予習でできたうん、これが大事なんだよね。 今僕が解説したから、ああ、なるほどね、じゃなくて、予習した時には、あなんだここ同一なんだから、さっき、長ってなんだかよくわかんなかったけど、良いって意味ですり替えちゃえばいいんだなっていうことをしっかりしてねってことが大事。さて、じゃあその後。だから、言ってくれたんでね、いや、あんたは褒めてるけど、向こうの人君のことをなんかこう非難してるんだけど、いいのってことだよね。だからそれに対して、大意は言いましたで鍵括好。なんて言ったのってなると、この部分だ。 この部分には、まずは、ここに再読文字という重要な句法が隠れてるよね。まさに〜何々べしと読む、この講座。でもね、僕思うんだ。これさ、もうまさに〜何々べしって読まない方がいいんじゃないもう当然だで。<laughs> いいよね。えー、確かにまさにしかるべしと書き下すんだけど、まだ今日の問題は書き下しなさいって言われてないから、あ当然ですってやればいい。 そうすると、じゃあ先頭のこの理と子は何って言うと、いや、この固いについてはこの講座。元よりって読む副詞だって言ってたもんね。だからいいじゃない。じゃあ理は何って言うと、いやいやいやい理については古文単語でしょ断りって読んで、もっともなことだ。当然なことだって意味だよね。 あ、これ素晴らしい覚え方として、道理っていう二次の熟語で表現することあるけど、結局道理って何ですかって言われた時に、道理が何だかよくわからないってなったら、結局訳せたって何の意味もないからね。道理っていうのは、最もなこと、当然なことだって意味だよ。するとね、この冒線部全体で何言ってんのしたら、当然ですって言ってるだけだよね。だよね。道理で、 そもそも、まさに、そうあるべきだ、じゃなくて、断りも、当然というこの2文字も、当然なことです。もっともなことですって言ってるから、それはもっともなことなんですよって言ったに過ぎないんだなっていうふうに考えてしまえばいい。で、今回の問題は、それって当然なんですよって言ったけど、なんでそう言ったんですかって言われてるけど、さて、ここまでで、なんで当然なのかはわかる うんここでさ、マークタイプの人はすぐ選択肢見るのよ。で、あれどれだろうってやっちゃうけど、違う。マークタイプ受けるタイプの人も常に記述のことを意識。つまり、どんな問題も選択式であれ、あるいは記述型であれ、自分で回答を作るっていうそのプロセスは絶対に忘れちゃダメだよ。で、僕はこの状態では、彼がなんで当然ですって言ったのかは理解ができない。ってことは、まだ書かれてないってことだよね。 じゃあ、どこに理由が来るのって言われたら、当然ですの後に言いそうだ。で、それは何でかっていうと、いや、漢文ってさ、英語と語構成が似てるよね。一分の五の並びが一緒だってことは、それが並んだ文章になれば、文章の骨格だって見える。つまり何を見えてほしいのかっていうと、絶対にこの表現ってさ、当然だという主張でしょいや、それは当然なことなんですよって。 で、当然ですっていきなり主張言われたり自分の意見を言われてもみんなはわからないから、じゃあ英語ではどうするって言ったら、主張を振ったら必ずその後論証を入れたり理由説明するよね。じゃあ、漢文だってきっと同じ展開だよなって予測することが大事なの。つまり今回は彼が当然だよ。 って言ったことに対して、なんで当然なのって突っ込みが入るはずだから、なんでかって言うとねが、後ろで理由説明来るなってなるから、じゃあ回答の根拠は、こっから来るなって意識を持ってほしいのよ。いいね。結果論この後読んでみたら理由っぽいからじゃなくて、もうこの時点で、あ、会話の構成上、先に主張振りのその後理由説明パターンになってるんだなって気づければ、 ここら辺を理由説明っぽく読めるでしょどうなった私はいたんだよ。どこにいたのその最小の位に長い間ね。場がいますので、漢文の場は矢印印画の感覚で読めばいいから、私はその最小の位に長い間いた。するとその結果、政治について、 で、この、お結湿ってなってますので、何かこう、失敗事のようなものが必ず多いよねってなってる。非常に最小のくらいに、私は長い間いたからこそ、政治上の様々な失敗事は必ず多くあると。いきなり順って出てきたけど、ほら、さっき、ね、中確認してたからね、この順っていうのは、この、雷光さんの名前、光順の順が出てるからね。ですから、 あの子はってことだ。あの子は大したんだよ。誰に陛下あなたに対面して、そしてなかったの何がなかったの隠すところ。あなたに対して何も隠すことなく。そして、ますます見ました。何を見たのっていうと、その忠直なる。その忠義。真面目で。そして直。正直な様子を見せたんだってことだよね。うん。私は長い間、 あたの子はあなたに対面して何も隠し立てすることなくその忠義心をしっかり見せたんですってことだよね。で、これが私があの順を重んじる理由なんですって。 とってなってるので、ここで鍵括弧終わり。で、今回は本文ここでね、切ってきた形になってるから、ああ、じゃあやはり理由は、この辺りを攻めていけばいいんだなってことが見えればいいんでしょつまり何ねえねえ、あの雷光くん、あなたは褒めてるのに、あの子は君のことを悪く言ってるけどいいのって言われたことより、そんなの当然ですよ。 だって僕、長い間最初をやってたら、政治の失敗あったんだもん。そりゃ批判されて当然だよ。で、さらに、あの子はあなたに対して非常に忠義心を見せるような形で、僕のことをしっかり批判したんだってことだよね。つまり、いくら推薦されたからといって、彼の行いの悪い点はしっかり、ダメだっていうふうに言った。それは、あなたにしっかり忠義の心を見せる。そのために見せたんだってことだから、なるほど。 当然だの理由は、ここをまとめればいいってことが見えてきたね。はい、では回答作っていくよ。はい、では回答を作成しましょう。冒頭にも申し上げた通り、いきなり回答を書くのではなく、まずは個子、必ず書かなければいけない要素を書くことから始めましょう。で、その上で、今回はわかりやすく説明せよとなっているので、どの部分にわかりやすさをね、求めていくのかってことがポイントになります。 ま、今回の場合で言うと、先に主張振りの理由説明後ろパターンになってるってことに気づいてくれれば、え当然ですよ。だって僕長い間、あ在任していたから、それで失敗し、多いもん。で、その上ね、あの、こう、ュンんっていうのは、非常にえ忠義心溢れる男性だからね、男だから、あそれをね、しっかり非難してるんだ。僕のことを非難してるっていうふうに思っているからっていうような構成だよね。 はい。ですので、講師は、例えばこんな感じになるでしょうか。はい。このような形はいかがでしょうか。王丹は最初としての在任期間が長いため、政治上の失敗も多くあり、公順は忠誠心があり、そのことを非難していると考えるからっていうふうな形で、とりあえずバッと書いてみました。 で、バッと書いた上で、こう何か説明必要なところはあるのかなであったり、あるいは日本語としての表現をね、少し直しておいた方がいいところはあるのかなってところを探っていきましょう。まあ、今回はポイントをつかんでしまったら、わかりやすくっていうのがもうほぼね、ここに含まれてるからね。まあ強いて突っ込み入れるなら、例えば忠誠心がありって言ってるけど、これ誰へのは入れた方が僕はいいと思うよ。ね。 これは誰への中誠神のことを、ね、語ってるんですかってなると、わざわざ皇帝の前でね、その自分の推薦してくれた人を非難してるわけだからね。これは皇帝へのだよね。ね。皇帝へのっていう形にしたい。で、あとは、少しここが嫌ですね。多くあり、 えつ忠誠心アー、中ー神 RD ってね、このア r ア r ー,ーってね、このありありの並びが少し僕は気に食わない。ので、えー、ここら辺を少し直しておきましょうかね、2番。うん、忠誠中精神からぐらいでいいんじゃないね。えー、こう順は、 皇帝への忠誠心からそのことを非難していると考えるから。ね。こういった形にしてくれればあいいかなと思います。さて、今回の回答のポイントはどこなのかっていうと、まず一つは、当然だよ、そんなのはって言ったのは、まず、オータン自身が自分が非常に政治上の失敗を犯してきているっていうことだよね。 ま、本当にすごい失敗をしたというよりかは、在任期間が長ければ、それは失敗事だってあるでしょっていうことをねえ、まず内容として含めていること。そして、そのことについて、広順さんがしっかり避難してくれている。ただその非難っていうのは、僕のことが嫌いだからではなくて、しっかり忠誠心を持った、そういったあ男だからだよっていうような流れになってるってことを掴んでくれればいいかなと思います。 ま、回答欄の大きさから考えても、これぐらいのボリュームのね、回答は作る必要がありそうなので、しっかり、この波線、防線部のポイントをしっかり掴んでることを採点基準にしてくださいね。どうしても、回答欄の大きさを無視する人って、このね、波線部分ぐらいで終わっちゃうんだよね。え当然です。僕は、最小として失敗したからね。だから、批判されて当然ですっていうふうに読もうと思ったら読めちゃうでしょ ね。だけど、僕が批判されて当然ですではなくて、僕は批判されるのはそうなんだけど、ね。僕がなんで彼のことを叩いているのかってことも含めると、しっかり彼は忠誠心を持ったそういった男だからだっていうこともね、含めてあげる必要があるので、この波線、棒線、両方の回答が入った、そういう回答を求めるようにしてくださいということです。さあ、こんな感じで理由説明問題、アプローチかけていきますので、 いわゆるね、こう条件結果みたいなタイプではない、様々な漢文特有のタイプっていうのをね、えー、攻略できるように、残り A の講座も頑張って取り組んでみてください。じゃあ今日はこの辺で。本日の授業はいかがだったでしょうかテキストには復習用もついてます。復習用に関しては、必ず僕の授業を再現するように復習してくださいね。 どのタイミングでどの知識を使ったのか、どう読み解いたのかを必ず僕を思い出すように必ず復習をしてください。